はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。ドルフローやっていきましょう。で、今編成画面ちょっと見てもらうと分かるんですが、レベルを結構上げておきました。まあ、ストーリーは進めてないです。なんかひたすらレベリングしてたって感じですかね。で、今のところ編成はこんな感じになってます。AR が2丁、サブマシンガン3丁って感じですかね。まあサブマシンガン1丁の枠をまあライフルにするっていうのもありなんですけど、一応今のところはサブマシンガン3丁でやってます。今のところね、ちょっと欲しいやつがあって、図鑑見てみたら UMP とベクターがいるんですよね。で、自分その2つが結構好きなんで、今回そいつらを狙っていけるレシピを回していこうかなって思ってます。なんか噂によるとこのレシピが出やすいとのことなので、ちょっとこれでやっていきましょう。まずポンと2時間、星3。じゃあ違うか、指揮官のご指示で。あ、イングラムだ。イングラム M10 は喜んでお受けしますよ。へえ、なるほどね。じゃあとりあえずもうあと2回ぐらい、あ、やってみますか。あ、待った、これ来たんじゃない。さっきより長いぞ。あ、星2か。ごきげんよう。あ、アスルトライフルも出るんだ。よ、なるほどね。一人前の兵士になるため頑張りますわ。よし、じゃあと1回だけやっていくか。2時間。まあちょっと今回ガチャは渋かったってことで、じゃあこのままやっていきましょう、ストーリー。はい、グリフィン S0 地区戦術指令室にて。ああ、まあ、これあれか、場所を指定してるわけか。はい、出てましたね、ホログラフィックヘリアンさん。危ういとこだったな、怪我人が出なくてよかった、ほんとね。残念なのはあの鉄血のメモリーチップが壊れてきてしまって、データをほとんど復元できなかったことだ。あ、できなかったんだ結局。私はこれから報告書をまとめなければいけないので一つ頼みがある。はいはい。プロセスナンバー E を来いよ。先ほど復元に成功した重要情報の一つだ。はいはい。分析班によるとそこに隠された座標が一箇所あるそうだ。なのでそのあたりを探ってきてほしい。何か手がかりを見つけたらすぐ報告してくれ。はい、了解了解。ゼロニモ、行動開始。ターゲット発見、突撃。楽勝楽勝。おととい来やがれてんだ。あ、そういえば AK47 手に入ったんですけどね、 AK47 の声優さんサトリナなんだよね。めちゃくちゃいいわ、めっちゃ好み。はい、これで制圧ですね。作戦は終了し、ヘリアンの報告も終えた。はい、ヘリアンは本部へ戻った。出てきた。はいはいはい、ホログラフィックヘリアン。クルーガーさんって誰？鉄血にまた一歩先んじられたようです。いつも止まるんじゃねえとしてんだ。おお、なんかすげえじいさん出てきた。めっちゃヒゲやん。やつらは我々よりも先に M4A1 の情報を掴んでいるということか。はい、ハッキングに長けた人形がいるのではないかと。なるほどね。あるいは我々の内部から情報が漏れているからな。これ絶対漏れとるやん。大体こういう会話、こんなじいさんが言うと大体漏れてっからね。お言葉ですが、グリフィンの従業員は信頼に値するものばかりです。人形のセキュリティシステムを万全を期しています。果たしてそうかな？だからめっちゃフラグビンビン立っとるやんけ。安心も信頼も絶対的なものではない。その通りだ。相手にどんな切り札があるか、こちらには予想がつかないのだ。大事を取ってお前の作戦は一時中止だ、ヘリアン。あ、中止になっちゃった。その指揮官に与えている任務も一旦止めよう。おう。では AR 正体の救出任務は？もちろん続けるが、やり方を変えよう。私がより適任のものを探す。なんかこのじいさんも怪しくね。そこでヘリアン、その指揮官、猫は好きか？ん？え？え？にゃー。にゃー。もしかして何？行き詰まったのは初心に返るしかない。これ、なんか、ね、猫使うの？じゃあ、22行くか。緊急支援。はい、指令室にて。はい、カリーナおっぱいちゃん、どうした？ただいま戻りました。どっか行ってたの？ずっと倉庫の仕事で忙しくて、もうくったくたです。マジで？どうしたの？倉庫？倉庫一体何してたんですか？冗談よしてくださいよ、指揮官様。さっきショップで挨拶を交わしたとこじゃないですか。なんか、おかしくね？なんか、記憶が混濁してるぞ。はい、新しい任務？ご覧ください。ご覧になります。スケアクローの消滅は確認されましたが、まだグリフィンの司令部が一箇所鉄血に占領されたままなのです。
現地のグリフィンの部隊は鉄血に包囲されています。早急に奪い返さないといけません。はあはあ、なるほど。あ、もう開始でいいの。よし、これで全部制圧だね。経緯クリア、作戦終了。今回も順調でしたね。お疲れ様でした。いやー、カリーナちゃん可愛いよね。これなんかモデルになった銃とかいるのかな。あれ、指揮官様なんだかあまり嬉しそうじゃないですね。そりゃそうですよね。おい、ちょっと待った、この顔エロくね。なんかめっちゃエロくね。なんかどっか大事なとこ触られたんじゃないの。いいな、この前まで重大な任務任されてたのに突然中止になっちゃって。ああ、そうだね。あ、もう伝われてんのね。今じゃ雑用しかやらせてもらえない。おい、これあれか、猫の世話させられてんのか俺。でも新任の指揮官にしては素晴らしい成績ですよ。慰めてくれてありがとうね。ほんと一歩一歩真面目にやっていけばチャンスいくらでもありますよね。 ありがとうね。ほんと、なんか別に傷ついてないけど慰めてくれてるわけで。そうですよ、元気を出してください。まだまだやることはたくさんあるんですから。そうだね、とりあえずまずペットのトイレ砂変えないと。同時刻、戦場の一角には他の人形正体たちの姿が。ほう、おお、 FN49。 へえ、なんか随分となんかあれだね、マイナーな銃出てくんだね。敵は見、いや、マイナーでもないか。お、 FNC だ。あ、そうだ、 FNC といえばファルあるのかな。ファル、図鑑見たときファルあったかな。怪しい信号見たのに、もしかして無駄足なの。いない方がいいんですけどね。早く帰りましょう。なんかおとなしそうな2人だね。怖いの ?49 って言っていいのか。なんかこのまま戻ったら、あそこに誰かいます。2人だけ。あ、 M4A1 じゃん。ん、あれって味方の人形じゃないですか。どうしましょう、撃ちますか。撃つな、むやみやたらに発砲するな。私に聞かれたって分かんないよ。大丈夫、この2人、この2人で大丈夫なの。あ、逃げちゃいました。うー、反応早いよ。こちらが遅すぎなんだと思います。その通りだよ。なんかあんたら大丈夫なんか、この2人だけで大丈夫なの。他に部隊いないの、正体って言ってたけど。新世代の戦術人形なんだから。あ、そうなの。 FN49 ってそんな、どうだっけ、わかんねえ。人形は敵じゃない。ああ、そりゃそうだよ。なんか M4A1 訳ありっぽいね。なんだろう、帰ってこれないのかな、もしかして。だいたいね、一つの動画でストーリーは2つか3つでいこうかなって思ってる。今回2つね。で、この交渉に行くとさ、この編集拡大ってのがあって、ここでキャラ選べんのね。で、なんだっけ、10レベ、30レベ、70レベになると、なんか人形の数が増やせるようなその改造ができるらしいのね。で、人形を増やすときに必要なのが、例えば、同じカードっていうの?カードって言っていいのか分かんないけど、例えばこのシグ510だったら、後方支援中だから編集できないんだけど、さっき510建造できてたから、これで2人にできんのね。で、問題は、こういう HK416 みたいな、まあ星5レアね。レアなやつ。レアなやつってさ、なかなか、ほら、同じカードって手に入んないじゃない。で、そんな時に、ほら、ここに代用コアってのが、ここ、くるくるくるって回ってると思うんだけど、この代用コアってのを使えば、それ人形の代わりとして増やすことができるらしい。で、この代用コアはやっぱ貴重らしいから、そんなポンポン使うようなもんじゃないんだけど、俺は嫁を鍛えてあげたいから、ここでポンポン使うわ。はい、15コア。ちなみに、コアを使う数っていうのは、レアリティによって変わってくるそうです。はい、使います。そうい、私の価値をようやく認めてくれたってことかな。お前の価値はずっと前から、もう、分かってるから。このね、ゲームがね、開発される、もうだいぶ前から俺は分かってるから。よし、もう一個使おうぜ。そうい、私の価値を、ようやく認めてくれたってことかな。うん、だから何度も分かってるってお前の価値が。はい、で、次、ほら、ここ、編成拡大って書いてある横 に、編成拡大条件、レベル70って出てんだけど、次は70レベルまで上がると、今度はもう一人増やせるようになるらしいね。じゃあ、まあ、それまでゆっくりやるって感じかな。よし、じゃあ、ドルフロ、今回はここまでにしましょう。M4A1 はどうなってしまうのか、カリーナちゃんのおっぱいを拝むことはできるのか、で、HK416 は、俺に水着姿やウェディングドレスを見せてくれるのか、そこら辺が今後の争点ですね。争点っていうか、もう見どころですね。というわけで、今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。